480円のアイコス用スティックが発売されるぞという情報を入手しまして、早速ネットでその真偽のほどを調べてみました。一番確かな情報源はこちら、財務省の製造タバコの小売定価認可、これをサイトで調べてみました。タバコは財務省の管轄で、小売価格は財務省に許可を得る必要があります。タバコは定価でしか販売できませんので、その定価を決めて許諾を得るということですね。その許諾が出たよという発表が製造タバコの小売定価認可です。はい、確かに載っていました。10月10日発表分ですね。5種類載っています。アクシアリッチタバコ、アクシアスムースタバコ、アクシアクリアタバコ、アクシアダークグリーン、アクシアパープルアロマで、ここがポイントなんですが、20本入りで480円、繰り返します、価格が480円。ついにアイコスも400円台のものを出してきましたね。グローは400円のラッキーストライクがあります。プルーム X は500円のメビウスキャメルがあります。加熱式タバコの価格競争にアイコスも参入、まあ参入せざるを得ないということでしょう。480円、これはありがたいですね。現状のテリアが580円、センティアが530円ですので、テリアと比較するとなんと100円も安いということです。アイコスユーザーならこの価格だけを考えてもアクシアに注目せざるを得ませんね。そしてこの5種類、名前だけでも大体の中身が想像できますね。おそらくリッチタバコは強めのレギュラー、スムースタバコは中くらいのレギュラー、クリアタバコは弱めのレギュラー、ダークグリーンは強めのメンソール、パープルアロマはベリー系のメンソールといった感じでしょうか。そしてこのパッケージデザインは特許情報プラットフォームというところに載っていたパッケージの情報です。ちなみにこの右上のマーク、テリア、センティアと共通のデザインですね。このマークは何を意味しているのかというと、スマートコアインダクションシステムのシンボルマークなんです。スマートコアインダクションシステムとは、スティック内に内蔵された金属によってタバコの内側から加熱するシステムのことです。アイコスイルマ用スティックをばらしてみると中に金属部品があります。これは見たことある方も多いのではないでしょうか。マルボロなど旧式アイコスのスティックではこの金属部品が入っていませんので、アイコスイルマではマルボロスティックは使用できないのです。そんなこんなで、これらの情報からアイコスイルマ用スティックアクシアが発売されるというのはほぼ間違いないでしょう。発売時期は来年2024年だとは思われますが、もしかしたら新機種と同時発売なんてこともあり得るのかもしれません。新機種はなかったとしても新カラーとかデバイスの本体価格を値下げとか、そういうタイミングを待ってアクシアが発売されるのかもしれません。取り急ぎ、今日はアイコス用スティックの新商品アクシアについて分かる限りの情報をお伝えいたしました。また情報が入手できましたら動画でお伝えいたします。そのためにもチャンネル登録をよろしくお願いしますね。目標の登録者数1000人まで少しずつですが近づいてきました。ではまた次の動画でお会いしましょう。